皆さんこんにちは。この間の動画の続きということで、軽くお見せしたガルバリウム鋼板で作ったプロテクター金物が、どういうふうに損傷したのかということのご説明なんですけども、これさっき掃除したのでこのスライド閉じていますけれども、これを外します。ここが投入口になるんですけれども、この投入口と放熱器を離すためのこのレンガ4分の1個分のスペーサーレンガ、これも外します。これちょうどこの部分が燃焼室の真上になるんですけども、熱によってもう溶けています。表面がちょっとガラスみたいになっていて、ひび割れを起こしています。まずこの部品なんですけども、これがもともと燃焼室の一番下底の部分ですね。この部分に入っていた部品です。で、先ほど外したこのスペーサーレンガ、これがこの上に乗ってきていたと。なので薪がこの部分に当たって、この部分が一番勢いよく燃えていた、そういう部分なんですけども、これがかなり変形で、部分的にはもう焦げて穴が開いているような状態になりました。このガルバリウム鋼板というものは何かというと、薄い鋼板にガルバリウムのメッキを施したものということになります。なのでこの機材となる鉄の部分なんですけども、これがまあ溶融温度は1500度、強度体積が変わる変態点っていうのが、まあ、700度ぐらいで、500度を超えると急激に強度が下がってくるということみたいです。で、まあ、メッキしてあるガルバリウム自体はだいたい350度を超えると剥離してくる可能性が出てくるということみたいです。またイルカキスさんのリサーチ参考にさせていただくんですけども、いつもありがとうございます。参考にさせていただいてます。まあ、このロケットストーブ自体、イルカキスさんのロケットストーブのデザインというものを踏襲させていただいていて、イルカキスさんのロケットストーブの場合、この燃焼している中心温度、これがだいたい1020度ぐらいになったと。ということは、まあ、ガルバリウム鋼板が溶けはしないまでも、かなり厳しい温度条件、まあ、1000度くらいの、温度にさらされて、まあ、体積の膨張と劣化っていうものが、まあ、進んだ結果ということになります。ちなみにこの珪藻土の断熱レンガ、これの耐火温度が900度から1000度ぐらいということみたいです。ということで、まあ一番熱くなる部分、燃焼室の真上の部分というのが、まあこれくらいダメージを受けているということになります。この部品なんですけれども、これはもともとこの投入口スライドレンガの底面とこちら側のサイド、こちらに取っ手がついてます。投入口側のサイドにこのように、
セットしていた部品です。これもやっぱり燃焼室付近がかなり変形していて、使ってるうちにだんだんこう浮き上がってきてしまうような感じでした。隙間がどんどん空いてきてしまったので、これも、この部分で折って切り取って、今は使っています。このスライドレンガも投入口の付近はやっぱりかなり熱によるダメージが目立ちます。で、最後にこの部品なんですけれども、この部品は、この投入口とスライドレンガの周りを守るために一番上にこういうふうな形でセットしていたんですけども、この部品もやっぱり投入口の周りが熱によって膨張してどん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 こう前に出てきてしまって、投入口がすごく狭くなってきてしまいました。なのでこれも取り外して使っています。で、現在はこのスペーサーレンガを置くために、この部分とこの部分のレンガ、横から見るとこの部分のレンガなんですけれども、これを外から内側に押し込んで、で内側に、5ミリくらいの厚みを作って、そこにこのスペーサーレンガを置くような形に、しています。で、これが灰かき出し用の半分レンガなんですけれども、これがここに入って、で投入口の大きさを調節するスライドレンガがこの上に乗ってくる。こんな感じで、使っています。で、この辺投入口の周りがこう黒く汚れているんですけども、これは実はすすじゃなくてですね、普通のこういう薪を燃やしている分には、炎が上に上がることもなく非常に快適に、運転するんですけども、例えばこういう薪、表面がささくれ立っていて、あとこの樹皮がついたままの状態の薪みたいなものを燃やしていると、この火がですね、燃えやすいささくれになっている部分とか、燃えやすい樹皮の部分を伝ってこう一部ちょろちょろちょろっとこう火が上に上ってきてしまう場合があります。まあ普段はこのホヤをかぶせてこういう状態で燃えてるんですけども、まあ、こう火がちょろちょろちょろっとこう上がってきてしまった時に、こういう水差しを使ってですね、ピュピュピュッとこう水をかけて上に上がってきた火を消しています。その時に、垂れた水、まあ、すすなんかが混じった水だと思うんですけども、それがこう周りに跳ねて、それがレンガに染み込んでこの辺がこう黒く汚れた状態になっているという感じです。その他手を加えた点なんですけども、この放熱器と断熱レンガの、ベース部分の気密を取るために、放熱器の下の四方を耐火パテで、埋めました。この部分は、まあ、煙突よりも下にあるので、ここから煙が漏れ出してくるなんていうことはあまりなかったんですけども、もっと効率的に火を燃やすために
このタイカパテの処理をしました。これ同様に、放熱器の蓋と放熱器の隙間なんですけれども、ここは普通の市販のアルミホイル、これをこう隙間にギュ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 詰め込んで、隙間を埋めました。この部分は、やっぱり運転中、それと火をつけた時に隙間から結構煙が漏れてきてしまうような状態だったので、何らかの隙間を埋める処理が必要だったんですけども、ちょうどこの放熱器とこの鉄のアングルの間に、若干隙間が空いていたので、ちょうどこの部分に、アルミホイルをギュ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 詰め込んでいったら改善されました。今は煙なんかは出てこないような状態になってます。で、これが正面部分の放熱器の一番てっぺんの部分なんですけども、ここだけ一部分ガルバリウムのメッキが剥離している状態です。放熱器の下の部分はオリジナルのメッキの色残ってるんですけども、上に行くに従って変色してきてですね、上の4分の1くらいはまたさらに色が変わって銀色になっている。そしててっぺんのこの部分がメッキが剥離しているということで、だいたいこの上部が350度以上になったということがわかります。ちなみに後ろの方なんですけれども、効率的に熱交換をするためにこのサーキュレーターでこの後ろの部分、ちょうど放熱器の背面とこの煙突のエルボー、この辺りにサーキュレーターで風を送ることで室内に熱を回して運転している感じです。で、これ煙突の下から黒い水が垂れた跡があります。あとこの煙突のエルボー、この部分にもちょうどこの継ぎ目から黒い水が垂れた跡があります。これは最初の頃煙突の勾配がきちっと取れていなかったので、結露したヤニ混じりの水が継ぎ目からこう漏れて内側に漏れてきてしまった、その時の水が垂れた跡です。で、最後に、この3ミリの鋼板で作った放熱器の蓋なんですけれども、これもこうしてみるとかなり歪みがすでに出ています。このようにガルバリウムのメッキが剥がれてしまっている、そして3ミリの鋼板がこれくらいこう歪んでしまうっていうことなので、このヒートライザーから熱い空気が当たるこの中心部分、この辺もちょっと錆がかなり出ているんですけども、この辺は運転中は400度くらいになっているのではないかと思われます。この次温度を測ってみます。